三谷則秀で三谷則秀から1934年3月8日は、日本の政治家、実業家、衆議院議員、要名はごし。1858年2月18日、土佐国長岡郡青村に生まれる。1886年に、東京法学校を卒業する。1887年に、交渉人試験に合格するが、同年法案条例に触れ。 三里以外の地に退去を命じられる。1889年に大阪で交渉人となり、1891年に大阪商業会議所の特別会員となる。1893年に片岡直春らと共に帝国物産を設立し、その顧問に就任し、1894年に日本時計製造の設立に参加し、その監査役に就任する。 大阪市会議員、大阪府会議員、議長を経て、1911年7月に衆議院議員補欠選挙に当選し、ついで1912年、第11回衆議院議員総選挙に当選する。また、今里土地社長、三宮急行電鉄、大阪合同防石の役員、関西競馬クラブ副会頭などを歴任した。1934年3月8日に死去。 去年77、ありがとうございます。